はい、どうも皆さん、こんにちは。えッカかです。それでは今回なんですけども、マイナポイント、いよいよ決断の時、D 払いを選んだ理由や、実際のマイナポイントへの登録方法など解説ということで、まあ、何度か動画で取り上げているマイナポイントについてですね、まあ、いよいよま、あ本格的に始まるということで、今回はま、あ僕が選んだキャッシュレス決済、そして、マイナポイントへの登録方法も含めてですね、簡単にサクッとお伝えをしていこうと思います。それでは、行ってみましょう。 ま、早速ですね、マイナポイントをめちゃくちゃ簡単におさらいをしていこうと思うんですけども、まあ、早速ですね、もう5時があるんですけども、2020円って書いてるんですが、これ2020年9月以降からま、このキャンペーンというか、送りのキャンペーンみたいなものがスタートします。で、それに参加するためには、カードタイプのマイナンバーカードが必要となりまして、で、もう一つそれに加えてですね、キャッシュレス決済をま、選んでいただく必要があるというものになっております。 そして、まあ、決済方法にはよるんですけども、例えば2万円分をチャージしたらその25%分の5000円分が上乗せをされると。それが今回のマイナポイントというものになります。まあ、ここまではもう結構ね、把握されている方も多いんじゃないかなと思います。でですね、今回選んでいただくキャッシュレス決済が、ま、あ数が多いんですよ。まあ、これだけあるうちの、まあ、どれか一つだけ選ぶことができるということになっています。で、いろいろね、まあ、キャンペーンなども開催されるということなんですけども、僕が今回選んだのは、 ま、サムネとタイトルの通り D 払いを選びました。まあ、結構ね、今回 D 払い選択される方結構多いのかなと思います。で、僕が今回 D 払い選んだ理由なんですけども、簡単に3つにまとめをやっております。まず1つ目、ここ大事ですね。日常での利用頻度が高いというところですね。まあ、もちろんこの生活スタイルで、ま、いろいろどんな決済会社さんを使うのかっていうのは絶対変わってくると思うので、一概にこの D 払いが一番いいというわけではないと思うんですよ。 ま、日常で使ってるか使ってないか、もうこれが一番大事かなと思います。まあ、僕の中では他の決済方法であれば PayPay ペイペイとか使ってるんですけども、まあ、PayPay の場合は、ま、抽選のキャンペーンとかだったんで、まあ、今回はもう手堅く行こうということを含めてですね、まあ、D 払いを選択したというものも、ま、一つの理由でもあります。で、二つ目の理由、この上乗せのキャンペーンがいいというのは、ま、先ほどもちょっとお伝えしたことと被ってしまうんですけども、まあ、手堅くですね、まあ、高いキャンペーンを受けることができるので、まあ、ここが一つま、魅力的なのかなと思います。で、一応下にも 出してるんで、すけども通常はこの5000円分まででがマイイナポイントととして付与されるとでそれにプラスアルファ、トータルで2500円分が D ポイントが上乗せされるというのが、まあ今回 D 払いのキャンペーンとして開催がされるということになります。ちなみにちょっとこれに関しては後ほど詳細お伝えします。そして3つ目、D ポイントの消化がしやすいということですね。まあ、これに関しての使い方っていうのはもちろん人それぞれなので、普通に D 払いのポイント払いとかでもまあいいと思いますし、まあその他の方法でまあ使ってもいいと思うんですけども、まあ、僕的にはね、まあ よく動画でも取り上げているこのローソンのお試し控え券ですねまあ、これの方が結構ねお得にまあ参加することもできるのでまあこういったちょっとしたイベントの時にも使うかなという風に思ってますですけども今回ね付与されるポイントがま期限が決まってるポイントなのでまあ長く持つことはできないんですけどもまあそれはそれでね結構お得にポイントがもらえるんじゃないかなと思います以上が僕が D 払いを選んだ理由についてでしたでここからなんですけどもまあ詳細も知ってる方多いと思うんですがちょっとした注意点含めてですね D 払いのこの7500円分相当がもらえる キャンペーンについてまあちょっと深掘りしていこうかなと思います。一応ですねまあ内訳としたらマイナポイントの上限の5000円分付与とそれに加えて2500円分が D 払いを選択した場合はもらうことができるということですね。でここ間違えないようにしてほしいのは D 払いの場合は2500円まで上限もらうことできるんですけども D カードクレジットカードの D カードの場合は得点が500円分となってますのでここは間違えないようにお願いします。 でですね、まあちょっとこのキャンペーンの内訳というかもう詳細なんですが、まずここですね、2万円分のチャージ、またはお買い物をすると D ポイント5000円分が付与されると、ここまでは大丈夫だと思います。で、ここからですね、さらに D バいなら漏れなく1500円分の D ポイント申呈ということなんですけども、 ちょっと左のところから見ていこうと思います。まず期間自体はもうスタートしておりまして、2020年の9月の30日の水曜日までとなっております。で、先ほどもお伝えしたように、マイナポイントの申し込みで必ず D 払いを選択してください。そしてもらったポイントに関しては、ポイント発行から3ヶ月間となるので、D ポイントの期間用途限定の特徴でもありますね。期間が短めなので、なるべく早くまあ付与されたら使うのが一番ベストだなと思います。でですね、この1500円分のポイントに関しては、2020年の7月1日以降お申し込みされた 方で、も対象ととななりまますすのででそそれはそれれご安心いいただければなと思いますで次の右側の、まあ、下の方ですね。さらにチャージまたはお買い物金額の5%分の D ポイントが最大1000円分がもらえるというものですね。それぞれちょっと分かれてるので気をつけてほしいんですけども、まず左側のですね、 チャージ、またはお買い物金額の5%、これが上限で1000ポイントがもらえるというものになります。なのでまあこれはね、人それぞれ変わると思います。お買い物をする方なのか、チャージをするのか。ちなみに僕はチャージをするので、もう上限綺麗にもらおうかなと思ってます。で、期間もちょっと変わってます。2020年の9月の1日から始まって、2021年の3月の31日までとなっております。 で、新定時期に関しては、チャージ、もしくは、お買い物した月から、まあ、翌々月の上旬以降ということになっております。なので、まあ、一つ気をつけてほしいのは、まあ、2万円分チャージするなら、もう9月の1日以降が一番いいかなと思います。まあ、今すぐに登録して申し込みをして、もうすぐにチャージではなくて、もう9月の1日以降、チャージをする方であれば、まあ、しっかりと今回の得点分、まあ、綺麗にいけるのかなと思います。まあ、綺麗にね、獲得することができると思います。 そして、ここからは、マイナポイント、まあ、D 払いを使っての申請方法ですね。で、ちょっと前にですね、僕がマイナポイント徹底解説しますという動画をアップしております。で、その続きからということになりますね。まあ、一応まだ見られてない方は、上の方に、ま、リンク出してますし、下の概要欄にもリンク貼ってますので、ぜひまだ見られてない方は、そちらをぜひ先にチェックしてみてください。で、マイナポイントに登録できた状態で、まずログインをしていきます。利用者ログインということで、画面を下がったらですね、マイナンバーカードでログインの画面があるので、そこをタップしてください。 そしたらうまくログインができて、マイナポイントの申し込み状況なんですけども、僕は未申し込みということになってます。前回はここまでお伝えしてます。で、今回ここからですね、早速申し込みを行いますので、申し込みを進むをタップします。そしたら、決済区分、決済サービス区分というのが出てくるので、今回ここの QR コードを選択して、検索をタップしてください。 でですね、今回 D 払いの場合2つタイプが出てきます。D 払いのお買い物をされる時の場合の方と D 払いのチャージをされる方、この2パターンに分かれます。で、画面を下がって僕はチャージをするときに使うので、まあこの選択というところをタップします。で、決済サービス選択の画面が出てくるので、ここで月を進むをタップします。今度は利用記録の画面が出てくるので、ここでまあ読んでいただいて、画面を下まで下がっていただくと、 申し込みを進むというところがありますので同意するにチェックを入れて申し込みを進むをタップしてください今度は申し込み情報のところに出てきます で、そこからですね、少し画面を下がっていただきまして、そしたら利用者マイページということで、まあ、決済サービス ID とセキュリティコード1というのがですね、必須項目として出てきます。で、ここでそれぞれ入力をしていただくのが、まず決済サービス ID に関しては、まあ一応ですね、ヘルプページは出てるんですけども、まず決済サービス ID の場合は、d バルで登録している d アカウント ID、ここを入力してください。で、セキュリティコード1の場合は、d アカウントで登録しているパスワードを入力します。 そして、一番下の電話番号とかですね、下4桁入力していただいて、そうすると申し込み情報が出てきますので、これで間違いないかを見てください。で、あとちゃんとですね、ここにも注意書きが出てるんですけども、またマイナンバーカードの読み取りを行います。パスワード3回間違えたらロックされるという注意書きも出てきますので、慎重に行ってください。で、それを踏まえた上で申し込みをタップします。 そして、うまくマイナンバーカード読み取りができましたら、こんな感じにマイナンバーカード読み取りが完了しましたと出ます。そして、これで完了ということですね。一応ちょっとこの文面大事なところなので読まさせていただくと、マイナポイントの申し込みが完了しました。2020年9月の1日から2021年3月の31日までの間に、以下の決済サービスで、前払い、チャージもしくはお買い物をしていただくと、マイナポイント付与率が25%、上限5000円分が付与されます。2020年8月の31日 1>, 1日までの間にチャージもしくはお買い物をしていただいてもマイナーポイントは付与されませんのでご注意ください自治体やお店で手続きされる方は必ずロゴイアウトしていただきマイナンバーカードの取りやすいご注意くださいということですねそして僕のマイページ確認したら先ほどは未申し込みというところがですね申し込み状況のところを見ていただいたらわかるように申し込み済みというものに変わってますここまでができれば とりあえずマイナポイントの準備が完了と。これで僕は D バレで挑む準備ができましたよということになります。まあ動画で解説してるのでちょっと長めな感じに聞こえるかもしれないんですが、まあ結構シンプルで簡単です。まあ先ほどもね、動画の冒頭にもお伝えしたように、とりあえずマイナンバーカードを持ってることと、まあそれに対応してるようなスマートフォン、パソコンであったり、あとは好きなキャッシュ,ッシュレス決済を選ぶというような流れになるので、まあ、やり方としたらシンプルで簡単かなと思います。 まあそんなこんなで今回は僕はマイナポイントで D 払いを選択しましたよということについてお伝えをさせていただきました。まあ他にもね、決済サービスでまあ結構魅力的なところはいろいろあったところではあるんですけども、今回は僕は D 払いで挑みますよということですね。皆さん何選びましたかねなんか結構それは結構個人的に気になるところではあります。本当はね、僕がこういった動画を発信してる以上、何かしらの例えばペイペイの抽選のキャンペーンであったり、三井住友とか、あとメルプ、 とかあ,あいった中性のキャンペーンかなり魅力的だなっていう風に思ったんですけども今回はちょっと手堅く行かさせていただきました。まあぜひね何を選びましたよとかがあれば下の概要欄書いていただくとちょっと面白いのかなと思います。一応今回お伝えしたディーバライのキャンペーンのリンクなど下の概要欄に貼ってますのでぜひ詳細気になる方はチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。